フランチェスコ・ディ・パオラ・ルイジ・エマヌエ・レ・ディ・ボル・ボイ・コール・ドゥエ、シチリエは、両シチリア王国の王族。両シチリア王フランチェスコ1世と、その2番目の日で、スペイン王カルロス4世の娘であるマリア・イサベルの、間の末息子。トラーパニ白の儀礼称号で呼ばれた。1850年4月10日、フランチェスコは、姉のマリア・アントーニアとその夫のトスカーナ大公。 レオポルド二世の間の長女マリー・アイザベラと結婚した。1861年に両シチリア王国が千人隊に征服されると、フランチェスコは一族の人々と共にローマに逃亡し、教皇ピウス九世の保護を受けた。しかし教皇領も1870年にはサブイア家のビットオリオ・エマヌエーライ2世によって占領されたため、ブルボニ・シチリア家はさらに、 フランスに亡命することを余儀なくされた。フランチェスコは1892年、パリで死んだ。妻、マリー・アイザベッラとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。